ありがとう。ほう。
だね。おー、よし頑張ろう。また行こうね。よし。はあ。え？いや。そうだな。そうだな。うん。いいね。うへへ。ちょっ！
また連れてってよ。恥ずかしいね。絶対また誘ってね。
いえ。そうですね。そうですか。うん。それは。そうだ。ウタさん？そうですね。いえ。ウタさん。星崎さん。くださいね。
作ろうかな。何を作ろう。それ作ろう。頑張るね。どんなぞ。これ材料はどれにする。よし、材料はどれにする。始めよう。しようかな。作れそうなものは、どんなレイアウトがいいかな。やった、完成。
ちゃん？また連れてってよ。行こっか、アオちゃん。そうだな。よし。
よし。よし。何を作ろう。
に行こうかな。ここにしよう。抜けするくらい平和だね。私の心トープ何の特徴もない。これは私が過ごした街の景色だ。普通でどこにでもあるただの街並み。うわ、びっくりした。スマホが鳴ってる。なんだろう、このタイミングで鳴るなんて。え、青、なんて書いてあった？それが何も書いてなくて。通知だけ鳴ったってことですか？ってことは何かの間違いだったのかな。え、今度は何？何これ、眩しい。一体何が？あれ、何も起きてない。いや、あれを見て。あれ、何？え？なんか出てきた。何あの歯車の塊みたいなやつ。さっきまであんなのなかったよね。え？突然出てきたってこと？青、これはどういう。わかんないよ、あんなの私も知らない。本人が見たことない物体がなんで心トープに。これってどういうことですか？あ、歩き回れば何かわかるんじゃないかな。そうだよね。どうなってるんだろう、私の心の中。私たちだよね。そうみたい。雫世界での思い出だよね。これも当然星崎さんの記憶といえば記憶だけど、随分と新しい思い出だね。なんだ、てっきりあのでかいのの記憶が蘇ってくるのかと思って構えてたのに。ちょっと拍子抜け。でも心トープって大切な思い出で作られるんでしょ？ならそれ、私たちのこと大切に思ってるって。何？はずいんだけど。青ちゃん、心トープを歩くっていうのはそういうことなんだよ。そうなんか。
よし。私どうしたの？青、私スマホ落としちゃってさ、ちょうどここで拾ったんだよ。そういえば青、スマホ拾ったらいつの間にかここに来ちゃったって言ってたっけ？そう、いつ世界が変わったのかは分かんないんだけど、いつも通り学校に入ったら心がいて、外に出たら雫世界だった。何か変わったことはなかったの？変わったことは、スマホに変なメッセージが残ってた。最初は私もこのいたずらをした人が私をこの世界に連れてきた犯人だと思ってたけど、誰かが青を雫世界に招いたのかな。あの時のスマホも空に浮かぶあいつと関係あるのかな。ちょっと青。うん。せっかくの休みなんだから、たまにはどこか遊びに行ったら？うん。まったく、ゴロゴロしてばっかりだと太るわよ。よし。
なんだか見たことあるような、いつかこんな感じで話をしていたことがあったような、かつての会話の思い出ということでしょうか。思い出すと楽しかったな。いろいろ大変なこともあったし、今もそうだが。あの構造物とは全く関係ないみたいだけど、でも少し温かい気持ちになったわ。なんでこんな思い出が。顔熱、先行こう先。テレビでニュースをやっている。私と同じくらいの高校生がなんとかって世界大会で優勝したとか、そんな話。いいな。ふとそんな言葉が口をついて出て、自分でもなんでそんなこと言ったのかわからなくて。風になりたい、そんなわがままを言うつもりはない。ああいう人たちはたくさん努力してるけど、私は何もしてない。羨む資格はない。でも、もし私に何か誇れるものが一つあれば、それさえあれば私だって、それも結局ただのわがままでしかないのかもしれない。過ごした世界じゃなくて、この世界の記憶だね。ライムもいるんだ。
ってことは本当に最近のやつだよ。うん、こんな風に話したことがあった気がする。どうしたのライム。いやね、思い出って基本的に過去のものなんだよ。どうでもいい思い出は忘れるでしょ。その中でも忘れないもの、それが一番大切な思い出なの。何が言いたいの。新しい記憶なのにこうして心トープにあるってことはだよ。あんな何気ない瞬間でも実は青ちゃんはものすごく大切に思っていて。そんな細かく説明しなくていいから。勇気の時も似たようなことがあったな。ちょっと、ここまでいろいろな思い出を見た気がしますけど、結局あの構造物については謎のままか。いや、待ってください。私あれを知っている気がします。え？どういうこと。いや、ごめんなさい。確かなことは何一つ言えないのですが、あの存在を見た瞬間から何か胸に引っかかるような感触があるんです。ウタチンはまだ記憶を取り戻していない。ウタが記憶を取り戻せばあれについて何かわかるかもしれない。でも待ってよ。駒川さんの心トープに行ったら。そうだね、またクラックが発生する可能性がある。どうする。今のウタちゃんなら大丈夫。私はそう信じたいよ。過去と向き合う、そのために私たちもウタに話をしてきたから。私たちはずっと悩んでたウタちゃんを見てきた。悩むってことはそれだけ真剣に考えてるってことだと思うんだ。私はあの時星崎さんの心トープに行こうという話になって少し安心してしまったんです。よかった、私じゃなかった。これで皆さんの迷惑にならなくて済むって。でもそれじゃダメなんです。やっぱり私も行かなくちゃいけない。ウタさん、もう一度行かせてくれませんか。私は私の過去と向き合いたい。私からもお願い。あの時とは違う。私たちも、ウタさんも。私たちが先に進むには、全員が全員を信じないといけないと思う。それはきっと、ウタさんの例外じゃない。駒川さんとは、何度も戦いました。
今でも受け入れられないことがたくさんあります。駒川さんは間違いなく私たちの敵だった。それをなかったことにはできない。でも同じようにこの世界で過ごした日々もなくならない。そうですね、私はこの世界で共に過ごした駒川歌を信じます。全員の力が必要か。分かった、ライムも歌ちゃんを信じるよ。リベンジしよう、歌ちゃんの心トープ。私の方こそよろしくお願いします。私の心の中にあるあの構造物、それを知っているかもしれないウタさん。まさか私の心トープでこんなことになるなんて思わなかった。うん、ユズもびっくり。結局両方の心トープに行くことになったね。希望を見出すには全員の力が必要。もしかしたらそういうことなのかもしれないね。うん、感覚だけど私もそうなんじゃないかって思う。